どうも、皆さん、こんにちは。着松です。本日はですね、ANA 国内線タイムセールがですね、開始になりましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ANA のタイムセールがですね、開始になりましたということで、もうね、この ANA の国内線タイムセール、開始になっているっていう風になりまして、今回ね、搭乗期間が1月の5日から3月の30日まで対象になっておりまして、もうね、購入することができるようになっているっていう風になりますんで、ぜひね、早めにチェックね、していただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。ということで、こちらね、公式サイトになっておりまして、ANA 国内線タイムセールということで、あなただけの単独体験を見つけに行こうということで、販売期間はですね、2023年の11月の16日から2023年11月の22日、搭乗期間はかなりね、長く設定されておりまして、2024年の1月の5日から2024年3月の30日までということで、約ね、3ヶ月間の ANA タイムセールっていう風になりますんで、非常にね、期間長いですよね。で、こちらはですね、今ね、申し上げた内容になりまして、対象路線なんですけども、北海道、東北、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄、路線便数限定っていった形になります。で、今回ですね、運賃は普通席が対象っていう風になりまして、期間中ね、便限定のため、販売座席に限りがございますということで、主なね、対象運賃みたいなのが、まあ、例で出ているんですけども、まあ、この価格でね、買えるっていうのは、まあ、どんどんね、減っていくっていう風になりますんで、ぜひね、早めにチェックね、していただければなと思います。で、またね、このセールに関してはですね、所定の払い戻し、取り消し手数料がね、かかるっていう風になりますんで、こちらね、購入される際はですね、よくね、チェックしていただいて、購入ね、していただければなと思います。またですね、旅客施設使用料はですね、対象の空港ではですね、追加になるっていう風になりますんで、この点もね、この空港に関しては、片道についてですね、こちらね、かかってくるっていう風になりますんで、この点ね、押さえといていただきたいな、なんていう風に思います。で、またね、主な対象運賃ということで、東京、羽田、札幌7700円、函館7700円、東京、伊丹7700円、東京、広島7700円ということで、かなりね、いいですよね。で、またね、東京、沖縄路線もね、8800円から、ね、利用することができるっていう風になりますんで、東京、沖縄8800円ね、かなり安い方ではないのかな、なんていう風に思います。で、私の方ですね、これね、ANA タイムセールの時にはですね、前回ね、JAL の方でやらせていただきましたけども、運賃比較ね、やっていきたいな、なんていう風に思います。まずね、今回の、対象の、1、2、3月の平日と、休日でこちらね、出させていただきました。で、こちらはですね、2023年12月の搭乗分、前回の ANA のタイムセールのね、運賃表で、持ってきた比較っていう風になりますんで、まあ、12月の搭乗分とですね、今回の搭乗分が、まあ、どういった感じでね、まあ、お得になってるかっていうのをですね、チェックしていただいて、いいなと思うものに関してはですね、利用ね、してみていただければな、なんていう風に思います。1月に関してはですね、結構ね、高めに設定されている部分があるんですけども、2月、3月とかはですね、結構ね、安く設定されているっていう風になりまして、まあ、東京、福岡、大阪とかですね、7700円、先ほどのね、公式サイトの方でもね、出されてた運賃が表示されておりますし、またね、東京、沖縄もですね、2月、3月のね、休日もね、こちら、8800円あるっていう風になりますんで、ここら辺ね、利用していただくのはね、かなりいいのではないのかな、なんていう風に思います。前回のタイムセールだとね、ここら辺ね、1万3000とかね、1万4000とか、まあ1万円ね、超えてる路線に関しても、まあ2月、3月ね、8000台でね、8000台とか7000台でね、利用することができる日付がね、ございましたので、まあここら辺狙っていくのね、かなりいいのではないのかな、なんていう風に思います。まあ全体的にですね、2月、3月ね、安くなっているっていう風になりますんで、まあ1月よりかはまあこっちの方がね、お得なのではないのかなっていうところですかね。で、これがですね、八丈島までしか入ってなくて、その先ですね、こちらもですね、だいたい1月の方がね、ちょっと高くて、2月3月の方が、まあ、結構安いみたいな感じですね。まあ、前回のタイムセールと、まあ、トントンだったり、まあ、安い部分ね、結構多いっていう風になりますんで、まあ、特にね、このやはり2月3月のね、部分に関しては結構ね、お得になっているっていう風になりますんで、ぜひね、2月3月のね、搭乗分で、検索ね、してみていただければな、なんていう風に思います。まあ、東京、宮古とかね、石垣に関しては、まあ、
石垣の方はね結構安かったりするんですけども、宮古の方はまあちょっと高かったりする部分もございましたんでね、まあこれはその時によるかなっていう部分あるんですけども、石垣とかね結構安かったんで、まあ悪くないのではないのかななんていうふうに思います。で、大阪中部方面ですね、こちらに関してもまあ1月よりね2月3月の方がね結構安く設定されておりまして、まあ前回のタイムセールよりかも安い部分が結構多いかなっていうところですかね。まあ、これに関してはですね、まあ、気になるところね、スクショとか撮って、チェックしてみていただければな、なんていうふうに思います。で、こちらね、北海道路線に関しても、まあ、同じような感じですかね。2月3月であれば、まあ、前回のタイムセールよりね、結構お得になっている部分が多いかな、なんていうふうに思いますので、まあ、こちらね、ぜひ参考にしてみていただければな、なんていうふうに思います。はい。ということで、今回ですね、ANA のタイムセールはですね、もうね、こちら始まっているっていう風になっておりますんで、ぜひね、気になる路線ございましたらですね、できるだけ早くチェックしていただいて、利用ね、してみていただければな、なんていう風に思います。で、今回ね、タイムセールのね、動画なんですけども、もう一つね、ANA の方で発表がございまして、こちらになるわけなんですけども、エアージャパンですね、こちら2024年2月22日より成田ソウル間、新規就航はね、11月の15日にね、発表がありました。2024年2月の22日より成田ソウル路線をですね、開設します。航空券は本日より販売開始しますということで、こちらね、もうね、販売されているって言った感じになるんですよね。しかもね、運賃価格は最低8000円から、しかもね、このエアジャパンに関しては、燃油サーチャージ込みっていう風になりますんでね、これは非常にいいですよね。で、こちらね、成田からね、ソウル路線ということで、火、水、木、土、日、運行で週5便ね、飛ぶっていう風になりまして、機材はボーイング 787-8、全席エコノミークラスっていった形になります。で、料金詳細なんですけども、まあ一般の方はですね、シンプルプランであれば8000円から、スタンダードであれば、事前座席指定とか、預け入れ等の力が利用できて、1500円で、セレクト、程度でいいのかな、12,600円、事前指定、手荷物預かり、機内食っていうね、まあ一部のメニューに限定されるみたいなんですけども、まあこういったね、運賃設定になっておりまして、このエアージャパンというのはね、LCC ではございませんのでね、一応、フルサービスキャリアである ANA とローコース LCC であるピーチの双方を利点を融合したハイブリッドエアラインとして、快適性をお手頃な運賃に応じし、3ブランドの役割分担を明確しながら ANA グループとしてお客様に多様な選択肢をご用意してまいりますということで、まあ、LCC でもなくてフルサービスキャリアでもないっていうね、まあ、新しいハイブリッドブランドということで、このエアージャパンですね、ちょっとね乗ってみたいですよね。こういった感じでね、ちょっとカメラこちらにね切り替えさせていただきますけれども、成田空港ね第一ターミナルだったと思いますので、プライオリティパスでターミナル3のボテジューね一回行っていただいて、まあ、利用していただいて、またね制限エリアに入ったら新しいできたね ISS のラウンジとかをプライオリティパスでね、ゆっくりして、まあ、登場するみたいなね、まあ、そんなこともですね非常にいいのかななんていうふうに思いますので、ぜひねこちらも覚えておいていただきたいなと思います。ということで、今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。